お、こりゃすげえ木の塊だ。お、こりゃすげえ木の塊だ。嫌だな、さっさと片付けちまうか。どう？どうです？なんと、ありがとう。あ、じゃあな。では。いつかナブの村に行ってみっか。すぐに片付けてやる。嫌がんな、さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな、さっさと片付けちまうか。よく崩れねえな、あの岩。すぐに片付けてやる。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。でっけえ風車だな。警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろ、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それより、まさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。勝負ってな、ただ強きゃいいってもんじゃねえさ。はい、何したことだ。はっ、よっちゃん、言うぞ。チリガン、その程度の力なら仲間にするのもやめ、ただの足でまともになりそうなんでな。からか、もうお遊びはこれまでだ。
二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔眼光散歩。ふん、しつこいやつめ。貴様だけだと、どっちが先に片付けられたいかの相談をしていたのか。片付けるつもりはない。お遊びはこれまでだ。
遊びはこれまでだ。生意気な。全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる。油断したな。ちょっとつかんだぞ。貴様、いつの間に。でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾をつかまえておけ。もうやめた。おとなしく この星から引き上げてやる。騙されるなよ孫悟空。出任せを言ってるだけだ。頼む、信じてくれ弟よ。お願いだカカロット、信じてくれ。貴様のような間抜けは珍しいぞ。まんまと引っかかるとはな。俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん。出るや。そら、そら、もっと苦しみ、死は近いぞ。次は貴様の番だぞ。これでは避けられる。このガキ。貴様、まだそんな力か。ピッコロ、早くその技を。魔漢高殺法。くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。つまみやがり。まさかカカロットのやつが己の命を捨ててまで。バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることができるんだ。何？この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。腐ったり。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況はすべて、遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って、必ず
ここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい頼む。なるほど。そういうことだ。悟空、悟空ってばお前らしくないぞ。しっかりしろ。クリリン、死ぬっちゅうな。結構嫌なもんだな。まあな。でも安心しろ。すぐに生き返らせてやっから。悟空、あ、消えおったぞ。そうか、神のやつの仕業だな。しかし神様だったら安心してよかろう。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だがその孫悟空の息子はこの俺が預かる。何？嘘だろ。どうするつもり？このご飯とかいうガキは訓練次第で強力な戦力になる。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つにはそいつの力がいる。そのためにはこの俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。その頃、地球より遥か彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。
というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうかエンマ大王様、こやつを海王様のもとへ伺うことをお許しくださいませ。あーなるほど、天国へ行けるもの、わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王様のところに行くがよい。ただこの1億年でわし一人しか通っておらぬほど非常に険しい道のりだぞ。覚悟しておくのだ。結構厳しいんだな。分かった。ところでさ、オラのちょっと前にラディッツっちゅうやつが来た？ああ、確かに来たぞ。あいつは地獄行きじゃ、当然な。暴れなかったか？暴れた暴れた。暴れおったがこのわしが取り押さえてやったわい。強えんだなおめえ。おめえと来たが、あのな、わしはエンマ大王だぞ。地球の神などより偉いんだ。分かっておるのか。要するにすんげえ強えってことだろ。全然分かっておらんな。強いのは当然だ。だが頭だって良くなければ務まらん。事務処理能力が肝心なのだ。事務処理？よし、この際だ。わしの仕事を理解できるようクイズを出してやろう。ほら急いでんだけどな。やっぱりなし。そんな態度では海王様には合わせられん。そりゃねえぞ。わかった、クイズやるよ。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。全問正解しないと先には進ませんからな。うん、正解だ。いろんな星々で暴れ回ったからな、当然地獄行きだ。ここまで暴れるやつはそうはおらんがな。よし、それでは次の問題だ。正解、当然だな。わしの方がずっと偉いんだなあ、地球の神よ。はい、その通りでございます。よし、それでは次の問題だ。その通り、正解だ。何者だろうが死ねばここに来る。お前の兄がそうだったようにな。では次の問題だ。やるの、正解じゃ。まったく、ドラゴンボールというやつには参るわい。一度やったわしの仕事がなかったことになるんだからな。まったく、誰が作ったのかのなあ、地球の神よ。それはその申し訳ございません。まあええわい、次の問題に行くぞ。残念だが不正解。え？え？
今五問目だぞ。何？ひーふーみ。あら。ちょっと試しただけだ。わしの過ちを見抜けるかどうかという。それが真の五問目だったのだ。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。聞こえたぞ地球の神よ。お前が死んだら地獄行きにしちゃおうかな。お許しください。さすが地獄耳、なんちゃって。お前ギャグのセンスないの。まあええわい。海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー、エマノちゃん。お前やっぱりわしを尊敬しとらんな。そんなことねえよ。ねえです。まあええわい。さっさと海王様のところへ行ってこい。ではな、頑張るのだぞ。あ、よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツはなんとか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。お腹すいた。
何か食べ物を。